こんばんは。やっぽん。まあ、たい焼きじゃん。嬉しい。ありがとう。ねえ、そうなの、ひのね、聞いてほしいの。まあ、さ、ひのにさ、送るの忘れちゃって。それ2時ぐらいに気づいて、やばって思って、うわ、桜、これ何、桜のやつとたい焼きありがとう。ね、忘れちゃったの。あれだけさ、もうギリギリまでひのに送るって言ってたのにさ、忘れちゃったの。5分前に配信終わったのに、終えたのにさ、忘れちゃったの。まだすぐ忘れるの。なんで3番目です。なんか1番狙うのもいいけど、なんかみんな1番狙うだろうなと思って、3番ぐらいには入れるかなって思ったのに忘れちゃった。そうで、終わるために早めに配信終わったのに。そうなの。こんばんは。まだ毎回そうなの。なんか0時に絶対送るって思ってたんだけど、なんかYouTube とか違うことしちゃって忘れちゃってみたいな。もう毎回そう。アラームとかかけない限り本当に無理。覚えてられない。もうダメ。さやも寝てたみたいな感じ。あ、さや寝てたの？そうなの？そうなんですよ。だからちょっと3番目どころかもう全然ダメ。そういうところも可愛いって思うけどね。優しい。なんで違うの？無理。だからなんか忘れちゃうんだって。なんか YouTube とか見ちゃう。間違えて。あたやきありがとう。間違えて見ちゃうんですよ。リマインダーって何？こんばんは。リマインダーとは何ですか？ゆめちゃんも寝てたって言ってた。じゃあまだ1番狙えたじゃん。起きてたんだし。うわ、ゆめが1位かなって思ってたの。うわ、5分前に YouTube。 え、分かる。ものすぐさ YouTube 開いた気がする。昨日配信終えて、もう忘れちゃうの。すぐ、どうしよう。だからもうみんなに随時言ってもらうしかダメなの。あと5分でひのちゃんの誕生日だよとか。あ、さくらんぼありがとう。忘れちゃうの。あ、さくらんぼだ、ありがとうね。え、3期生の子お誕生日なの？そうなの？でも会えないからな。どうやってお祝いする？じゃあショールームでお祝いするね。会ってないんだよ。普通 YouTube 開く、私は開くんです。だってさ、なんか開いちゃって見てたの。ちょっと忘れちゃった。え、そう、お仕事のことはまだ忘れない。え、すごくない？逆にすごいよね。まだお仕事は一切忘れないの。そう、帰りじゃない、分かる、帰り絶対忘れない時間。ハートたくさんありがとう。だからまだ救いだよね。お仕事だけはね、忘れたことないの。そう、そこは一応しっかりしてるみたい。マナの脳みそ。そうなんですよ。仕事忘れないとか言って、いや、それはそうなんだけどさ、ここまで来たらさ忘れそうじゃん。マナ、こんだけなんかいろんなこと忘れたらさ。そうじゃん、スイッチひのんちでできるじゃんね。ひのんちいっぱい行こう。ひのんちいっぱい遊びに行きたいと思います。かえりちゃんの誕生日8時5分に送ってみたら。え、8時5分逆に忘れそう。
コントローラーが2つしかないみたい。え、できるくない？2人で2人でやっちゃダメなの、スイッチって。でも何のあれがあるんだろう、カセットみたいな。なんだろう、動物の森とか。動物の森って2人でできるの？こんばんは。やっほー。こんばんは、こんばんは。みんな今日は何してたの？おつもり？あ、そういえばさ、来週の月曜日のエッサ恋さ私でーす聞いてください。来週の月曜日のエッサ恋さは私です。聞いてください。聞きますね、ありがとう。さらっと告知さらっとメンバーへのプレゼントみ、あ、そうなの、いいね。ぜひ聞いてください。まなちゃんがリーダーどうでしょう。この前友達に誕生日プレゼント渡す、ファミレスで3時間くらい話して、え、なんかさ全然いれるよね、友達となんかファミレスとか永遠といられるんだけど、なんかもうすぐいろんな話が出てきてさ、ずっと喋っちゃう。ギャル会になるのかな、どういう、何会なんでしょうか。ギャル会と言ったら誰だ、マナとユウと誰、あと一人誰、ギャル会だったら。その子もアイドル好きだからアイドルの話めっちゃして、え、いいね、なんかそういうさ話が合うことが行くのが一番いいよね。ヤヒ？ヤヒ？ヤヒってギャルなんだ。みんな的に。めっちゃ否定する、なんかさストーリーとかでも言われてるのよ、見るけど。否定するよね。誰なんでしょうか。そして果たして私はリーダーなのか、お楽しみに。ぜひ聞いてください。来週の月曜日です、お忘れなく。あと今日水曜日だよね、木金土日、あと5日間ありますが、来週は私です。何の話をしているのか聞いて。でもめっちゃ楽しかった今日の収録、本当にめちゃめちゃ楽しかったので、お楽しみに。いや、今見た目がギャル。でも髪色明るいからかな。性格はそんなこともないけど、なんかどっちかって言ったら結構アイドルって感じじゃない、性格。今日収録って、今日じゃないかもしれないよ、今日じゃないかも。まだ今日海鮮丼食べた。今日も美人ですね、ありがとう。まなちゃんの会話大体おもろい、嬉しいんだけど、ありがとう。ぜひあの来週の月曜日も聞いてください。でも本当にめっちゃ笑った、本当に楽しかった。ネギとあのね、マグロイクラ丼みたいな。まだマグロとイクラが好き、海鮮の中で。まなちゃんネギトロ好きなんですか。ネギトロも好きだよ、ネギトロも好きだけど、イクラとマグロが一番好き。2個ある時点で一番じゃない、どっちも好き、選べない。
海鮮丼いいな、牛丼にか。え、牛丼もまだ好きだよ、牛丼。でも最近食べてないけど好き。3番目何があるの？そう、サーモンはね食べれないの。3番目な、なんだろうな、3番目難しい。あ、ネギトロ。サーモンはねちょっと食べれない。でも高校生の時に食べたっきりなんだよね。なんか今までずっと食べてなくて、食わず嫌いで、高校生の時、高校1、2年生の時に食べてみたらちょっとあれでちょっと苦手で、そっから食べてないの。でも今食べたら美味しく感じるのかな。どうなの、牛丼は。私週一、牛丼ね美味しいよね。マナはすき家だったら3種のチーズ牛丼を食べる。サーモンダメな理由がなんでと、わかんない。そう、焼いてあるのは大丈夫焼いてるのは大丈夫なんだけど、お寿司のサーモンは食べられない、多分。こんばんは。そうなんですよ、サーモンが一番好きなのは。サーモン、わかる、人生損してるって言われて、マナもね同じこと言われて、食べたらちょっとあれだった。あ、レインボーの推し、ありがとう。チーズ牛丼にタバスコマナかけないよ。タバスコ辛いやつでしょ、マナかけない。女子はサーモン好きが多いイメージ。わかるの、だからおしゃれじゃん、なんか女子がさ、あ、サーモン、あ、私サーモンみたいな。マナも言いたいと思って食べれるようになりたいんだけどさ、最近食べてない。ちょっと今度弁慶とか行った時に食べてみようかな。弁慶は絶対美味しいじゃん。食べてみる。食べてみようと思います。あと5分早い。焼いてあるのは食べられるの。焼き鮭っていうの食べれる。そうだね、挑戦してみる。だって高校1年生2年生だから、そう、もう3年ぐらいは経ってるので、もしかしたら味覚が変わってるかもしれない。この前初めて知り合いと言って美味しくて感動しましたね。わかる、美味しいよね。おいぴーよねー。女子はチーズも好き、確かに美味しいねー。マリナさん納豆巻き好きじゃないんじゃなかったっけ。でもあのね、お寿司屋さんとか納豆巻き食べるよこんばんは。焼きホタテを食べて体調崩したことがあるので苦手です。あら、そうなのね、お大事に。こんばんは。そう、弁慶ね、おいしい。いくら食べたいな。そうだよね、マリナさん納豆食べれないよね。わあ、サイリウムありがとう。マナさ、あのドライヤーする前につけるオイルをさ、新しいの買ったんだけど、めっちゃサラサラなの。超サラサラ、ほら、わかる。こんばんは。カッパ巻きってキュウリのやつ。まだキュウリめっちゃ好きなんだよねキュウリ好き。あ、235日だね。この桜のやつお餅ありがとう。スプレーじゃないよ、オイル。前世カッパだったのかな、おもろい。もしかしたらカッパだったのかもしれない。夏とかめっちゃキュウリ食べたくならない？235、イエーイ。ちょっと59分になったら教えてください。
美味しいよお寿司。マナガッパ、マナガッパです。そう、きゅうり美味しい。きゅうりの浅漬けは毎日食べます。え、いいね、美味しいよね。きゅうり美味しい。わあ、バラありがとう。めっちゃヘルシーだしね、きゅうり。明日は長時間、明日ね、まだね、あれリハなんだよね。そう、あゆ太郎さんの卒業公演のリハが始まるんです。始まったんです。悲しい、寂しい。なんかさ、リハとかが始まってからこう一気に実感が湧いてくる、毎回毎回。たい焼きありがとう。こんばんは。配信お疲れ様、ありがとうね。ね、そうなの。だから寂しいけど。リハーサルファイトありがとう。あ、59やばい。ありがとう。いきます。10歳パピコさん、12、10下さん、11、マサさん、10位、埼玉のしゅうさん、9位、新しく18、ママさん、7位、竹蔵さん、8位、ワンワンさん、6位、ワンワンさん、5位、アランさん、4位、坂井俊一さん、3位、赤道の田坊さん、2位、リオさん、そして1位は、シンさんでーす。イェーイ。パチ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 。ありがとうございます。今日はスクショ、あ、スクショいいよ。今日軽くメイクしてる。でもちょっと前髪がさ、終わってるんだよね。ということで、バイバーイ、おやすみなさーい。みんな元気でね。明日また配信見てね。バイバーイ、おやすみー。あと20秒ぐらいかな。明日また見てください。バイバーイ。おやすみ。メールさっき送ったの届いたかな。返信待ってるね。おやすみなさーい。